この町と来たら瓶の底にへばりついたピクルスみたいなジージババばっかでよ。やっちまった。どうしよう、どうすればいいですか。待て、ちょっと待て、無理。はい、あ、いえ、私はその臨時の手伝いっていうか、ブラウンさんってわかります？お得意様だ。いつもこの時間に配達を。でないと明日のミス・ブラウンの朝食がミルクなしのカフェオレだけに。あら、あなたたち。配達に伺いました。そういうことだったのね。大丈夫、お店の方は私からお医者様に往診をお願いしておくわ。よかった、目の前であんなことになっちゃってどうしようかと。どうせいいとこ見せようとして年甲斐もなく張り切りすぎたんでしょう。気持ちはわからなくもないわ。この街で若い人の姿を見るのは本当に久しぶりだもの。ちょっと待っててちょうだい。自家製のリンゴジャムがあるのよ。それは甘いのですか？コーゼット、昔ながらのしっかり甘いやつよ。邪魔じゃないなら持ってって。あんまりずうずうしくしないの。お姉ちゃんはリンゴジャムとやらは嫌いなのですか？そうじゃなくてね。ごめんなさいね、前から直そう直そうと思ってはいたんだけど。いえいえ、こういうの慣れてるので。何コゼット、やりたい？はい、貸してください。おや、コゼット。あらあら、あなた随分力持ちね。トーム、トームや、降りておいで。そんなところ危ないよ、トム。降りておいでった。